上三雲を疑う理由。同じ一のつく、一のね、名を持つ三雲さんを疑うとはな、この世で一番優れてる人間は、いつも一番のこの俺さ。すげえ相変わらず自信たっぷりだな。そう、俺は一等先に気づいた一条三雲こそが犯人だと。彼女は審議室に侵入して盗みを働こうとした。へえ、そんな根拠があるんですか？つまり彼女以外にカゴメ弁護士を殺した人間はいないというわけだ。じゃあもし可能性がいる人間が他にもいたら、三雲ちゃんは違うと。いうことだな。相変わらずひどい推理っすね。まあまあでも相手はね、情報を握ってるみたいなんで、それ引き出した上で、いたぶってあげましょう。メイさんもいますしね、こちらにはもう、強力な仲間が。この男に言われたらおしまいだな。根拠を提示しろと言ったのに、何一つ提示されていないか。その一方で、彼女が犯人でない証拠も何もないと。まあそういうことなんだな。三雲ちゃんのためにも、安心させるために、しっかりと論破しておこう。一柳さんを。大丈夫っすよ。三雲ちゃん。ケンジがきっと、ミラクル起こすっす。奇跡？いや、奇跡じゃないよ。あれだよ。私の推理はミラクルと思われていたのか。そりゃもう、なるほどくんとかだったらわからんでもないんだけど。三つるぎさんちゃんとロジックに乗っ取ってね。ちゃんと解決していくから。いいかしら、くれぐれも私を失望させないこと。でなければ。この無知が黙っていないわ。その無知は、一柳さんを葬り去るために存在しているわけだから。しっかりと温めておいてください。上三雲を疑う理由。この世で一番優れてる人間はいつも一番のこの俺さ。へぇ。この場所に着いたの、あなた一番じゃなかったよね。だからまず一番じゃないよね。今の証言だが矛盾点が二つあるな。そんなもの俺の推理には一つもないぞ。今三つに増えたよ。わかったぞ。そうやって惑わす作戦だろ。それコントみたいになってる。だが優れた俺は惑わされない。そう、俺は同先に気づいた。一条三雲こそが犯人だと。ほう、そうかい。彼女は犯人と考える根拠を聞かせてもらおう。ふふふ、聞いて驚くがいいさ。優秀な俺は全てに気づいていた。現場を見る前から、いや、事件のことを知る前から。予知能力者なのか、お前は。そう、彼女が犯人であると。いやわ。あんまりふざけたこと言ってっとね。飛ぶぜ、無知が。根拠。無駄な言葉を省いた。彼女は審議室に侵入して、盗みを働こうとしたと。証拠でもあるんですか、それ。盗みを、何を盗もうとしたというのだ。それは、一条三雲が盗もうとしたもの、それはファイルです。ファイル？正確にはその中身、三つ剣賢治様の調査報告書ですわ。彼女がそれを必要としていたと。なるほど。そうか、賢治審査会で三つ剣さんが裁かれてたから、その、助けようとして、ありえんな。証拠はあるのかしら。証拠を提示する必要はありません。そうでしょう、三つ剣賢治様。うむ、確かに必要ないかもしれないな。な。まあ、その、やりそうな行動ではあるんでね。一柳くん、推理を続けてくれたまえ。つまり、彼女以外に、カゴメ弁護士を殺した人間は、そうかな。本当にそうだと言えるんでしょうか。三雲くん以外の人間に犯行が不可能だった証拠はあるのか。それはない。じゃなく、君が一番にすべきことを教えよう。彼女以外の容疑者を洗い出すのだ。今すぐ迅速に。一番に、彼女以外の容疑者。報告によれば、彼女以外の痕跡は発見されていないとか。だから彼女が犯人だというのは、いささか乱暴ではないだろうか。ないものはあるかもしれないということこそ乱暴だと思いますわ。彼女が犯人でないと説明できる証拠品があれば、全く濡れ衣もいいところだな。私も、まあ、多分ね、あれでしょ？なんだっけ。
カードキーじゃないんでしょうかね。ここに入るためにはさ、カードキーが必要なんでしょう。そんなさ、普通のさ、素人であるっていうか、ねえ、検事審査会でもさないさ、関係者でもない三雲さんが持ってるわけないじゃん、カードキーなんて。まあ、どっから入手したかもしんないけどね。三雲さんなら、やりかねないけど、その瞬間を。三つるきさん、三雲くんにはカゴメさんを殺害することができない。それさえ証明できれば三雲くんは容疑者から外れる。やってみっか。したら、審議室に侵入して盗みを働こうとした。まあ、こっからちょっとね、こっからちょっと、まあいいや、ちょっと待ってくださいね。彼女以外に、カゴメ弁護士を殺した人間はいない。ちょっと待って、じゃあ、審議室に侵入してよ、ちょっとじゃあ、あれか。そうですね、ここ。だからカードキーが必要だからさ、そもそもな。随分とこの部屋に詳しい口ぶりだが、一流の人間は一流の場所に精通してるもんさ。自分のことをわざわざ二流という人間は初めてだ。俺を侮辱するのか。侮辱も何もこのカードキーを知らないのではな。そのくらい知ってるさ、この部屋に入るにはそいつが必要なんだろう。よく考えてみなさい。あれ必要だったっけ。やばい、ちょっとやっぱり、あれだな、ちょっと、この人中卒、中卒かもしれないな。やば。本気で三雲くんを疑っているのか。そうだ、犯人は一条三雲しかいない。なんでそんな、あなたは本当にそう思ってるんですか。そう言われたからじゃないですか、周りから。では教えてもらおう。カードキーなしでは入れないこの部屋へ。どうやって彼女が入ったのか。そのさ、そのやり方をまず教えてくんないと。それはだな、あれがこうして、ああなって、何がどうしてどうなって、一個一個説明してくださいよ。推理が聞いてあきれるな。審査会の人間にしか扉を開けられない。つまりもうね、その人にはっきりしてるわけですよ。審査会の人間が疑われるべきなんだよ。その通りですわ。彼女が認めた。こちらを先ほど調べてきた記録です。なんだこれは。24時52分、カゴメさんのキーによって扉が開けられています。その前に、一人入ってんね。10時15分に。誰かはわかんないけど。名前がついてないな。おそらくですが、犯人は被害者のカゴメさんと一緒に部屋に入ったのです。そしてその後に何らかのトラブルがあって犯行が起こった。筋は通っているが、推測の息を出ないな。そうだね。それでは犯人と被害者はお互い顔見知りということになる。それはないっすよ。三雲ちゃんはこんな人知らねえっすよ。それはあくまでイメージに過ぎない。何の証明になるというのです。いや、むしろなぜあなたたちがそこまでこじつけようとするのか。そこをまず知りたい。法廷も現場も証拠がすべてお話になりませんわ。じゃあ、もちろんあなたは証明できるのよね。一条三雲と被害者の関係性について。ねえ。もちろんです。あれ？できんの？なんだと？まあ、あれか。ノート持ってたよね。ノートが。ここに一通の手紙があります。伊丹様が、カゴメさんの胸元から、発見なさったものですわ。聞いてない。被害者の所持品？そんな重要な証拠品を今頃？もしやタイミングを見計らっていたのか。そういえば。なんか言おうとしたところを遮ってたね、そういえばね。そういうことだったか。なんでよ、三鏡。ご説明ありがたいのですが、少しお口を休まれた方がいいかと、筋肉痛になりますわ、とね。言ってましたもんね。よくわかんないこと言ってんなと思ったら、ってことか。隠してたのか。ふふ、読み上げますわね。カゴメさんへ、計画に協力してくれてありがとうございます。お互いに欲しいものは手に入れられるので、助かります。12年前の復讐を、果たしてくださいね。三雲。三雲ちゃん。
つまり一条美君はカゴメさんと共犯だったのですわ。どうなんだろうな。まあでも、はっきり言ってしまえば、本当にそれ三雲ちゃんが書いたかどうかわからなくないですか？ねえ。わからないですよね。だって、筆跡鑑定とかもどうせしてないんだろうし、この部屋から何か盗み出すつもりだったのでしょう。バカな。待ちなさい。じゃあ、主犯格は、もちろん一条三雲ですわ。罪がまた一つ増えましたね。本当にそうなのかな？書いたと思われる手紙だからな、まだ。私が主犯？信じちゃダメっすよ。全部デタラメに決まってるっす。ちょっともう一回読んでいいですか？手紙をね。あ、ちょっと待って。その手紙を見る前に、三雲さんが持ってた手紙も読みますか？三雲さんへ、あなたの大切な思い出は必ず取り戻して差し上げます。カゴメ、俺持ってたんだよね。持ってて、かつ、なんだっけ？この人が持ってた、被害者の持ってた手紙は、カゴメさん、計画に協力してくれてありがとうございます。お互いに欲しいものを手に入れられるので助かります。12年前の復讐を果たしてくださいね。三雲。いや、多分ね、もし仮にこれが三雲ちゃんが書いた本当の手紙だったとしても、多分全然そういう、ことじゃないんだって。きっと、そういうことじゃないんだって。なんかと勘違いし、ねえ、我々が勘違いしてるだけなんですよ。信じちゃダメです。全部デタラメに決まってるっす。三雲ちゃんがそんなことするはずないっす。デタラメではありませんわ。証拠品はこの通りここに。なんか、裏の、ねえ、あれを感じるな。作為を感じるな。確証もなしに疑うとは思ってなかったが。そんな決定的な証拠を持っていたとは。よくやった、三鏡。ありがとうございます。わからんぞ。まだ説明は不十分だ。私は納得いっていない。弓彦さん、ここはお任せいただけませんか？よし、三塁健二をギャフンと言わせてやる。なんか監視カメラでもついてたのかな？そういうのはないのかな？映像とかさ、写真とか。押し切られるわけにはいかない。流れを変えなくては。三雲の手紙。一条三雲とカゴメさんの関係は先の手紙の通りです。彼女はカゴメさんをそそのかし、自らの計画に加担させた。しかし、この共犯関係は何らかの理由で破綻したのです。でも仮にですよ。本当にこれは仮に協力関係があったとして、破綻はしてないと思う。だって、円満に分かれてるじゃん、その、ねえ。お互いに欲しいものを手に入れられるので助かるって。12年前で復讐を果たしてくださいねってね。それで仲いい感じじゃん。円満じゃん。で、こっちはこっちでさ、手紙をもらって、なんか誰かがだから、第三者が介入してきたのか。赤嶺さんが殺害され、最後に一矢を報いた。それがこの手紙。赤嶺さんが左胸ポケットに守っていたものですわ。いつにも増して完璧な証言っす。いけるっすか、ミスル検事。待って、左胸ポケットって言った今。左胸のポケットって、確か、胸部は刺されて死亡。なるほど。まあいいや。だから血がついてたのか。見苦しいわ、三鶴木玲二。痩せ我慢ならよそでやりなさい。カルマ検事、一体どっちの味方っすか？私は誰の味方でもない。ただ一つ、真実の味方よ。なるほどね。カルマ検事、千柳検事が何か言いたそうに。なんだ。ただ一つと言ったな、それはこっちのせいが。立ち向かうな、お前も。恐怖を感じてないのか、メイさんの無知に。それに関しては同意しよう。三雲の手紙。一条三雲とカゴメさんの関係は、さっきの手紙の通りです。
三雲くんと被害者にどんな関係があったというのだ。手紙にはこうあります。協力ありがたく思うぞ。二人の関係は明白ですわ。そう、彼女はカゴメさんをそそのかし自らの計画に加担させた。もうなんか言い方が悪いね。三雲くんの計画とやら詳しく聞かせてもらおう。手紙に書かれている通り盗みを働こうとしたのですわ。手紙の差出人は一条三雲、誰が主犯か明白だな。そんなもの簡単に偽装できる。彼女が盗みを計画した証拠ではない。記憶が確かなら彼女は大泥棒でしたね。それは現在はその休業中なのだ。まさかそこをね、そこをついてこられたらちょっとあれですけど、犯行をわざわざ検事に知らせる泥棒もいないでしょう。あなたの知らない間に営業再開したのではありませんか。否定できる材料はないか。一条三雲は盗みを計画し、カゴメさんをそれに巻き込んだ。しかしこの共犯関係は何らかの理由で破綻したのです。破綻した、そんな感じしないけどね。何らかのだと理由ははっきりしていないようだな。理由など取り調べでいくらでも。それよりも重要なのは一条三雲の犯行を否定する材料が一切ないことですよ。彼女の犯行に匂わせる証拠は確かに出てきている。だがそのどれも決定的な証拠とは言えない。共犯関係を示す手紙、そしてこの事件現場、彼女の犯行を決定的に否定することはできませんわ。おー、カゴメさんは殺害され最後に一矢を報いた。それ何ですか。被害者を殺害したのが三雲くんだという証拠はあるのか。だからこの手紙がその証拠なんだよ。もうその手紙のどこに殺害計画が書かれているのか。仮に協力関係があったことを認めたとしても、それがそうだね、殺人事件に発展するというかさ、お互いのそんな争い事に発展するイメージはないですけどね。ひらめいたバーナーで炙れば隠された文字がバーナーにあれだね、前の事件引っ張ってんなイメージな。ユミコさん、そのような発見は期待できないかと。犯人を示す証拠品はもちろんございます。それがこの手紙、カゴメさんが左胸ポケットに守っていたものです。左胸ポケットに守っていたもの、左胸ポケットに入ってたってことやね。まあちょっとここも揺さぶってみましょう。いろいろ気になるのこの辺が。被害者の左胸ポケットなら我々も調べたが、そんなものはなかった。そうおっしゃるのでしょう。当然だな、警官がいち早く俺のところへよこしたんだから。手紙は左胸にも守られておりました。左の胸は心のありか。手紙は犯人逮捕へかけるカゴメさんの意思と考えます。ある事実に大いに興味がある。あのさ、左胸って刺された場所ですよね。刺された場所なら食台で刺された跡があるんだけど、じゃあ手紙は貫いてんじゃないのって思うんだけど、手紙は別にさそんな跡はないわけじゃん。ただ血がついてるだけでさ、それがちょっと矛盾かなと。被害者の左胸ポケットに手紙が入っていたというな、ずっと気になってはいたんですけど、法の神に誓って嘘も間違いもございませんが、手紙は確かにカゴメさんの左胸ポケットから発見されました。おかしいよね。穴は開いてるけど、ポケットに穴は開いてるけど手紙に穴は開いてない。それすなわち手紙が、あ、まあいいや、情報を引き出さないことにはどうにもならない。まだ揺さぶって詳しい話を聞き出すとしよう。多分そういうことだと思います。それか、まあその手紙の内容とかなのかな。まあ、突きつけてみましょう。おそらくどうしようかな、こっちかな。検視結果よし。
被害者が、抱いた真実、実に感動的な話だが、おかしいんですよね。死者の声はとても小さく、耳を澄まさねば届かぬもの。その声が告げたのです。一条三雲が犯人であると。これは聞き間違いか、悪魔の声に違いない。だから誰かが刺した後に、そのポケットに、手紙を入れたとしか思いませんね。お前、三鏡を馬鹿にするな。我々が馬鹿にしてるのはあなたです。真実の声をお聞かせしよう。検視結果を見たまえ。結構覚えておりますわ。被害者は左胸部を刺されて、あなたなら気づくんじゃないですか？まさか。手紙にの発見されたポケットは左の胸にある。食材が刺さってたとこす、お、糸の子さん。そういうことなんですよね。うん。手紙に穴を開けず胸を刺すなどできない。どういうことかな。しかし、手紙はポケットに入っていたというなぜか。犯行後に入れられたのだ。三雲くんに疑いを向けるために。この状況を意図して作り出した人間がどこかにいるはずだ。つまり、この手紙は真犯人による偽装の可能性がある。いや、簡単に分かっちゃったな、これは。あなたたちはまんまと、その真犯人のね、真犯人の意図である、その三雲ちゃんに犯人を向けるっていうね、それにまんまと乗っかってしまったんですよ。真犯人は三雲くんに罪を着せようとした。それがあの手紙に他ならない。そして目いっぱい墓穴を掘ったわけですね。犯人は一条三雲だ。手紙はあれだ。実は、別のポケットに入ってたんだ。おー。ん？どういうことですか？左胸のポケットに入っていたのは報告ミスだ。実は右とか。いや、何ですかそれは。バカのバカバカしいバカ騒ぎ。つける薬がないとはこのことね。お前たちはさ、ちゃんと聞いた情報大事にしろよ。どうして撃つんだよ。俺の推理をバカにするな。いや、お仕置きの手間を省いてあげたわ。ブブ、仕置きする気はなかったのだから。手紙には血がついている。左胸というのは間違いないだろう。報告ミスのそう切るものではない。捜査員が君なら別だがな。うぅ、三鏡なんとか言えよ。俺、あの三鏡さんが黙ってる。ってことはもう、打つ手はないということですね。反論はないようだな。続けさせてもらおう。この事件にはもう一人容疑者がいる。バカなこと言うな。犯人はこの部屋に入ったんだぞ。そういうことだよね。あのカードキーのさ、記録にさ、一人さ、怪しいやついたじゃん、確か。どれだっけ。使用記録にさ、まあ、ちょっと前だけどね、10時ぐらいになんか入ったやつがいるじゃん。この使用 ID のやつ誰かさ、調べればいいわけじゃん。あなたじゃなぜそれをしないんですか。一条三雲と被害者以外にそんな人間がいるわけない。一人いるじゃねえか。審議室に入るにはカードキーが必要。あちらの推理は犯人と被害者が一緒に入室したことが前提だ。我々は見落としていた。その前提から疑わねえわ。三雲君とは別の容疑者を示す証拠品はカードキーでしょ。どう考えてもこれだよ。これは先ほど三鏡裁判官より提出されたカードキーの使用記録だ。いや、見た瞬間に怪しいって思うだろう。これ被害者のカードキーが使われたのが、24時52分。そしてもう一人カードキーを使った人物がいる。だからどっかに隠れてた可能性があるよね、その人が。その人物が被害者を待ち伏せていたというわけね。使用時間は10時15分。ありえない時間ではない。そうだね、2時間ぐらいなら、2時間ちょっとぐらいなら別に。ねえ、ずっとなんかスマホでもいじってればさ、一瞬で過ぎるだろう。ありえませんわ、何。どうして生きれるっすか？証拠はあるっすか？もちろんですわ。私自身がその証拠です。え？どういうこと？カードキーを使ったのは、私です。あなた？はあ、なるほど。審査会の人間が審議室に入る。何の不思議もないでしょう。あれ？いや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 。これはまさか、犯人の方から自白をしてくるとはな。三鏡さん。それこそ何の証拠にもならない。それとも同僚は殺さないもの、そういう証拠でもあるのだろうか？ナンセンスですわ。彼女を殺して何のメリットが。知らないよ、そんなの。そんなことは知らないですよ。あなたたち検事審査会の、ねえ、その内部の、そのなんか、
関係とかなんて全然ね、こっちは興味ないんで、お得意の言葉をお返ししよう。それはこれからの捜査で明らかになるのではないだろうか。法の下辺たる私がどうして罪を犯すでしょうか。部屋へ入ったのは事実、しかしそこに疑問の余地はありませんわ。ではその目的をお聞かせ願おう。用事があったのですわ。少々準備が必要だったので。どんな用事ですか。いつまでいたんですか。準備がぜん怪しいっす。何の準備か申し上げることはできませんが、もうその時点でじゃあさ、そんなことが明らかにならないんだったら、もう三雲ちゃんが疑うのやめてもらっていいですかね。三剣賢治様なら想像はつきでしょう。ああなるほど、私の審議への準備か。資料でも集めていたのだろうな、私から検知バッジを奪うために。結構なんだ。若い頃はそうやってしのぎを削るがよろしい。なんだ、また新しいやつか。誰だ、なんだこの人は。思い出すね、僕も若い頃そうやって刑事と喧嘩したっけね。なんですか、ここ関係者以外立ち入り禁止なんで、ちょっとやめてもらっていいですか。そういう不審者ですよ、警備員。ちょっと彼姿消しちゃって、今も元気ならいいんだが、いやはやなんだかね、こう涙が止まらないね。一柳会長、会長だと。一柳、あ、一柳ってことあれか、弓彦さんのお父さんか。いやー、三上くん、今日も元気に頑張ってるな。会長の息子だったのか。っていうか、弓彦さん。カルマくんもしばらく見ないうちに大きくなって。王子様、お久しぶりです。すげえ権力者が現れたな、急に。気な臭いね。なんでね、そんなに他人行儀なのか。とかね。昔はこうね、膝に登って、おじちゃまって。いやー泣けたね。あの時は。親父、何しに来たんだよ。うん、審査会の人間が殺され、しかも担当がお前だと聞いてな。親同伴の検事なんて聞いたことないっす。そういうことだな。なんかでも、あれだな。タイミングに関してもそうだし、この人の口調からしてもそうだし、なんか怪しい感じがすごいするわ、この人。口を慎みなさい。この方をどなたと心得るのですよ。検事審査会の会長にして、元検事局長。神の右腕も同じお方なのですよ。検事局長。はあ、またすげえ権力者が出てきたな。まあまあ、三鏡くん。見た目はしがないおっさんなんだ。そう無茶を言うものではないよ。部下が失礼しました。私は、検事の三塁くんだったね。それから、部下の糸の小切くん。なんか今、汗出したな。僕は一柳万歳という。そこの若息子の父親などやらせてもらっているよ。弓彦が生まれた時はね、神さんと喜んだものだがね、今や、その神さんも行方知らず。へえ、なんで?親父、その、ほら、ハンカチ。バカなりにね、いい子だよね、弓彦は。壮絶な親バカ、子バカだな。ああ、なんか、そうか。この人のせいで、弓彦さんはこうなったのかな。まあ、わからんが。それで三鏡くん、捜査の方はどうなってる?はい。犯人は一条三雲と判明。現在は全力で。いやいやいや、そんな昔の話されても。もう今は違うでしょう。あなたですよ、疑われてるの、三鏡さん。本件には不明点が多すぎる。犯人を断定するのは不可能だ。手紙の件を忘れたわけではないだろう。あれは、意図して入れられた可能性がある。だから、うっかりミスで別のポケットギャやられたか。クドル。はいはい、そこまでそこまで。全員落ち着きたまえよ。お見苦しいところを申し訳ありません。言い分は、おおよそ把握したよ、弓彦以外は。そんな、親父、馬
バカ息子ってことはね、認めてるんだな、この人が。私は検事、犯罪者を追及するのが役目です。ね、ちゃんと見る目がこの人にあれば、ちゃんと分かってくれると思うんだけど。だが、動機も証拠も不十分な人間を犯人呼ばわりはできないですよね。ふむ、聞いとるよ。君と容疑者の関係は、よく行動を共にしていたとか。あなた、すごい汗っかきなんだね。だからそのゴーグルに汗溜まっちゃうんだよ。もうゴーグルしねえ方がいいんじゃないか。溜まるから、汗が。三雲ちゃんは何度も犯人逮捕に貢献したっすよ。この事件は不可解な点が多い。ぜひ私に。なるほど。いいもんだな、若者の絆ってのは。あ？だがね、それはそれ。これはこれなんだよね。どういうことっすか？検事局は一刻も早くこの事件を解決する必要がある。はあ。時間がもったいないの、時間が。他にも事件は山ほどあるから。何それ。早く解決したいから三雲ってことで、納得してくんないですかみたいな感じの言い方ですね。そんなに手間取ってられないと、この事件に。残念だが分かってくれるね、三剣くん。分かってたまるか。さて、一条三雲くん。一つ、逮捕されてほしいのだが。はい。いや。さすがです、三雲ちゃんは無実っす。無実、無罪っす。じゃなき会長に逆らうことは、司法に逆らうことと同義。いや、バカかよ。あんな理屈で逮捕なんかされて、たまるかよ。重大な背信行為と言えましょう。つまり、審議は必要なくなります。検事バッジを失う覚悟は終わりですか？何それ、独裁じゃん。独裁っていうか、独裁ってわけじゃないけどさ、何、あの人が言うことに逆らったら検事バッジが剥奪されるってどういうことだよ。そういうことじゃないだろ。検事としての資質を問われて、最終的に検事バッジを取られるとかならわかるけど、あの人に反抗したから、とかじゃさ、いくらなんでもちょっと、ねえ、三菱検事のバッジが、自分はどうすればいいっすか。検事バッジを盾にするとは、検事審査会も落ちぶれたものね。落ちぶれすぎだよ。三雲くん、君は犯罪など犯していない。三菱さん、短い間でしたけど、ありがとうございました。ごめんなさい、私、犯罪者だったんです。いや、なんかこの状況似てるね。なんかレイトン、教授 VS 逆転裁判のね、魔女裁判に似てるわ。うん。いや、記憶もないのにね、想像だけでさ、自分がやったなんて思わない。まあ思っちゃうんだよな。だから、記憶がないからこそ、状況的に、私がやったんだろうなっていうふうに思わされてさ、あなたの懺悔は私たちが法の神にお伝えいたしますわ。私はどうすればいいのだ。幼い頃、父のような弁護士に憧れていた。何？弁護士の道を。弱き者を助けられる弁護士に。それが今はこんなバッジ一つに運命を左右されるだと。なんか渡しそう、バッジ。やばい。こんなバッジ一つと大事な知人の命。比べられるものではないと。計りにかけるまでもないではないか。こんなバッジくれてやると。マジか。はい、さようなら、三剣さん。待った！お待ちいただこう、三鏡裁判官。何でしょうか？三剣健二様。うわ、マジか。この構造は重いんじゃないか。お！これは、検事バッジ。どういうつもりですか？三剣健二様。検事バッジは、返却させていただく。私はもう、検事ではない。検事ではない。三剣さん。マジか。説明しなさい、三剣玲二。あなたは検事を辞めるというの。まあでも、いやー、そうか。三剣検事、そうっすよね。三剣検事が検事で亡くなったら自分は、私の使命は真実を追求することだ。まあでも別に、バッジ置いていくことはないんじゃない？なんか。だから、必死に歯向かって、それでもバッジ剥奪するって言うなら、バッジ渡せばいいけどさ、とりあえず戦ってから、
目の前の真実を見逃すことが賢治の宿命だというのなら、賢治という肩書きに未練はない。そうだ、いつでも剥奪してくれと。私はやるだけのことはやるということだ。ここで引くわけにはいかない。私は私の信じる道を歩む。こんなところで立ち止まるわけにはいかない。あなたはカルマから、私から逃げるというの？え？何を言われても考えを改めるつもりはない。また私を置いていくというの？絶対に許さないわ。ああ、カルマ、あれだね、メイちゃんからしたらまたいろいろ思うところはあるんだろうね。これはそんな私のせいで、え、ごめんなさい。私なんかがいなければ。増田前、三雲くん、ちょっと、どのこぎり刑事、君はついてくるな。でも、水辺健二、そうだね、関わるとあなたも危ういからな。健二ではない。そんなのあんまりっす。自分は満健二にずっとついていくって。君はもう私と行動を共にする必要はないのだ。君は君にできる仕事を果たしたまえ。これが最後のね、指令だな。ミッションだな。水の子さんに伝える。ああ、大変だ。凶悪犯に逃げられてしまったな。やばい。やばいな。この権力の人を敵に回してしまったら。どうしてかね。僕だって頑張ってるんだけどね。ご安心を。すぐに、一帯を封鎖いたします。頑張ってくれたまえよ。君には期待しているのだから。三鏡さん、ちょっとさ、ああ、でも、どうなることやら。